日は川崎重工ホッケースタジアムトレーニングと竣工式にご出席をいただきまして、まさにホッケー王国岐阜、日本のホッケーのメッカとしてのこの神原と、このトレーニング等の充実によってますますその名を高らしめることを大いに期待してほしいでございます。これほど本当に設備が整っているスタジアムっていうのはほぼほぼお目にかかることはありません。それでは皆様どうぞ。こちらのトレーニング室、面積は約280平米で150平方ほどの広さがございます。トレーニング機器が全部で17台。今やろうと思ってもなかなかで鍛えるトレーニングになってます。と前と2種類あります。後ろをやるとこの背中の筋膜が非常に効果的に鍛えられるマシンです。オバスリートは、はい、メインでやるトレーニングです。そういうのってあんまりハンドルをつけてやらずに、はい、しっかり正しいフォームでやるのが効果的と言われてます。これ3分に30キロぐらいですね。